松平広忠、天下人徳川家康の父親である。天下人の父という字面だけ見るとさも順風満帆な生涯を送ったのだろうとイメージするかもしれない。しかし広忠の生涯は苦難の連続であった。ちょっとかわいそうになるくらい苦難続きである。そんな広忠の24年の生涯を漫画で振り返る。チャプター1、広忠追放。1526年、三河の国松平家にて広忠は生まれる。広忠、父親は松平清康、松平宗家の当主を務めた人物である。広忠が生まれた頃、松平家では内部争いが起こりまくっていた。おんどりゃー、おるー、えらいこっちゃ。その結果、父清康は家臣に裏切られて殺されてしまう。ぐわ、父上。広忠が10歳の頃であった。父の死は広忠の苦難まみれの生涯の始まりに過ぎなかった。当主清康を失ったことで松平家の内部争いは激化した。おんどりょう、うれわわわわわ。松平家が内部でてんやわんやしている中、今が好機。隣国の猛将織田信秀が広忠の居城岡崎城に攻めてくる。わわわわわ、今が好機。さらにここぞとばかりに松平家内部の反広忠派も岡崎城を攻めてくる。城を乗っ取れ。パパ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 。その結果、反広忠派の松平信貞によって岡崎城は占拠され、広忠は追放されてしまう。よっしゃー、なんてこった。居城を失った幼い広忠は命の危機にあった。このままではやばい。チャプター2、広忠復活。岡崎城を追い出され窮地に陥った広忠、そんな広忠に救いの手を差し伸べる者が現れる。広忠様、あ、わしを信じてついてきてくだされ。広忠様、定義。広忠を窮地から救ったのは家臣の阿部定義であった。定義は広忠の父清康を殺した阿部正豊の父親であった。息子が犯した罪に対して贖罪の気持ちもあったのかもしれない。定義によって救われた広忠は岡崎を脱出し伊勢まで逃亡した。私が必ず広忠様を救ってみせます。定義。その後広忠は伊勢、遠江と各地を転々とした。広忠が逃亡生活を送っていた頃、定義は広忠復権の機会を伺っていた。広忠様こそ松平家の当主である。何が何でも復権させてみせる。今川殿、どうか力を貸してください。うむ、よかろう。定義は広忠復権のため今川家当主今川義元の力を借りることにした。その頃の今川家は駿河の国周辺で絶大な影響力を持っていた。今川家という強力な後ろ盾を得た広忠は徐々に家中での影響力を強めていった。広忠様に味方した方がいいんじゃないか。そうだな、あの今川家が後ろについているのなら信貞様より広忠様につく方が得策かもしれんな。ぐぬぬ。広忠が岡崎城を追放されてから約2年後、1537年、広忠は家臣らと協力して反広忠派を押し流し岡崎城奪還を果たす。やったー、すんませんでした。城を占拠していた信貞は広忠に服従することを誓った。岡崎城に帰還した広忠は正式に家督を相続し松平宗家の当主となった。12歳の頃である。これから私が松平家を引っ張っていくのだ。家中のいざこざも収まり一見落着の雰囲気も漂っていたが、その後もさらなる苦難が広忠を襲うことになる。チャプター3、家康誕生。広忠が帰還した松平家の領地は東に今川家、西に織田家という強大な勢力に囲まれていた。今川に織田、どちらも気が抜けない相手だ。不安定な情勢の中、広忠にある転機が訪れる。広忠様、水野家と手を結んでみてはいかがでしょう。水野家。水野家は三河の国と尾張の国の国境付近に領地を持っていた。そのため
水野家と協力関係になれば西の織田勢力を牽制することができた。なるほど、これはいい案かもしれぬ。こうして松平家は水野家と手を結び、広忠は水野家の娘と結婚することになった。お互い強国に挟まれてる同士、助け合おうぞ。はい。広忠が16歳の頃の出来事である。それから約2年後、嫡男竹千代が生まれる。後の徳川家康である。竹千代、これから共に松平家を盛り立てていこうぞ。竹千代、竹千代。松平家にとって待望の嫡男誕生だったが、数年後広忠は全てを失うことになる。チャプター4、広忠全てを失う。1544年、水野家が方針転換し織田方に従った。そのため広忠は織田の方と離縁することになる。母上。離縁から3年後、1547年、織田軍が松平家の領地に侵攻してくる。織田家が攻めてきた。広忠は織田家の脅威に対抗するため今川家に支援を求める。今川さん、助けてください。おお、我が今川の力を借りたいとな。はい。助けてほしくば人質を送れ。おう。広忠の支援要請に対し、今川家の当主今川義元は人質を要求した。すまない、竹千代。お。広忠は団長の思いで義元の要求を受け入れた。そして嫡男竹千代を今川家に送り出した。しかし、広忠様、竹千代様が織田に奪われました。何？今川家に送られる途中で護送役の者が裏切り、竹千代は今川家ではなく織田家に送られた。よし、松平の息子を手に入れたぞ。織田家当主織田信秀は奪った家康をネタにして広忠を脅した。息子を無事に返してほしいなら今川ではなく我ら織田の言うことを聞け。殺したいなら殺せばいい。我が子可愛さに私が今川を裏切ることはない。広忠は断固として織田家の脅しには屈せず、対織田家の姿勢を崩さなかった。すまない竹千代。妻を失い子も失った。我らはこれからどうすればいい。松平家はより一層不安定な立場に立たされていた。いや、残された道はある。今川と共に織田を倒す。チャプター5、最後の戦い。竹千代が織田家に奪われてから約1年後、広忠は戦場にいた。1548年、安月坂の戦い。松平と今川の連合軍は織田軍と激突した。そして松平今川連合軍はこの戦いに勝利する。よっしゃー、ぐぬぬ。大敗した織田信秀率いる織田家は徐々にその影響力を失っていく。織田家が衰退する一方で、広忠は今川家の力を借りて躍進しようとしていた。我らはここからだ。しかし人生の終わりが突如訪れる。広忠様、ご覚悟めされよ。広忠は家臣に裏切られてこの世を去る。享年24。広忠の死に関しては謎が多く、織田の企みによって殺されたとも、病気で死んだとも伝わる。広忠亡き後、竹千代は織田家から今川家へと移り、そこで人質生活を送ることになる。広忠の居城、岡崎城は今川家臣が城代として入り、松平家の領地は実質的に今川家のものとなった。しかし、その後今川家は滅び、織田家も衰退し、徳川家康と名を変えた広忠の息子、竹千代が天下を取ることになるのである。家康が天下を取るのは、広忠の死から約50年後のことであった。広忠、家康とゆかりが深い岡崎城、何としても行きたい城の一つです。岡崎城、名鉄東岡崎駅より徒歩15分。今日の名言。人の一生は重荷を負うて遠き道を行くがごとし、急ぐべからず。徳川家康。次回の日本史漫画は、謀反バレても生かされた信長の兄織田信広の生涯。